30年前、抑鬱状態になり、休職しましたが、復職、一人暮らしもしていましたと、その後、統合失調症発症、今は障害年金と作業所の賃金で実家暮らし、周りを見ても森の外で暮らす人が多いです。統合失調症は障害がメンタル疾患の中でも、えー、重いのでしょうかということですね。統合失調症はですね、確かにあの精神科の疾患の中でも重い部類に入りますね。うん はいだから統合失調症がやっぱ重いですね。あので次に重いのは双極性障害とかでその次は打つとかそんなイメージです。だから統合失調症双極打つっていうのはやっぱ重い病気ですね。特に統合失調症相鬱は重い病気かなと思います。はい、うん